茂さんはシフトにはどうですか？賛成反対はどっちですか？まあ賛成か反対かっつったら俺は反対派。まあキャッチャー目線から言うと、その打ち取ったボール打球がヒットになるっていうのが一番嫌な、極端なポジショニングをされていると打ち取ったと思うのがヒットになる可能性が高いんで、キャッチャー的に言うと俺は嫌い。どっちが、バッターって、まあ、よく打っても3割から3割3分ぐらいじゃない？ 4 割打った人なんていないんだから、うん、じゃあその3割7割のアウトを確実に取る、まあ三振もね凡打はあるけど、でも普通にポジショニングしてて7割はアウトになるわけじゃん、3割の。でそこを、まあ、ヒットはヒットとして俺は受け止めるタイプなの。ヒット性のあたり、ヒット打たれたっていうやつをアウトにしてほしいとはあんまり思わない。の方が、なんだろうな、攻めるのにも攻めやすい。どうしても極端なポジショニングを取ってると、そこに打たせるようにする配球しかなくなるんだよ。